パスファインダーがウルトで屋上を撮ってたことは知ってたんですけど、まあ降りてくる音がしたら対応すればいいやと思ってね、音を信用してたんですけど、音を信用してた僕がバカでしたね。 FPS なのに音信用できねえとか、これもうわかんねえなって感じですよね。でここはジップラインの音がしてたんでね、こっちに来てしゃぶろうかなと思ったんですけど、ちょっとケツの穴もガバガバだし、エイムもガバガバでした。俺のエイムコアね、チャオ。ニューキャッスルが金盾で起こしてる音がしてたんで、もうそれは諦めてね、一旦全回復してます。で、アークスターでビンビンビンチクって刺そうかなと思ってたんですけど、ここでね、まさかのスパイダーセンス覚醒という、こいつは多分スパイダーマンなのかな？わかんないですけど。どうなってるんですかね？アメコミの世界なのかな？エーペックスって。まぁ、ちょっとキャラクターブサイクだし、死者誤入でアメコミなのかもしれないですね。僕はワンダウン取ったんで、ニューキャッスルのしたいことはまぁ、蘇生だろうなって思ってね、僕のアークスターを着床させています。で、彼はね、多分それに気づかずね、運んでるんで、まぁ、これ死者誤入で企んでしょう。